止まれ。金髪の旅人に空を飛ぶ小さな精霊、間違いないらしいな。周りを見てみろ。お前たちは我々の待ち伏せにあったのさ。お前たちは30人団の奴らか。オイラたちを捕まえに来たのか。30人団？あの骨折り損ばかりの雑用係のことか。あんな上の犬などと同じにしてもらっては困るな。俺たちはスメールでもトップクラスの報酬を得ているエリート傭兵団だ。今回は追放者という方からの依頼を果たしに来た。追放者？教練員の追放者か。でもオイラたちを捕まえたいならなんで直接ファデュイに頼まないんだ。めちゃくちゃ話す余裕があるとは、よほど命が惜しくないと見える。かかれ。おいらたちも行くぞ。命を取ったからには最善を尽くそう。結晶せよ。それよ。よっ、砕け散れ。それそれ、はい、目には目を。まだだ。他にも待ち伏せしてた奴がいたみたいだぞ。よっ。確かに厄介だな。これが傭兵の中のエリートってやつか。そうだな、今後も警戒した方が良さそうだ。でも博士って怖いやつだな。オイラたちがティナリのところに行くこともお見通しでここに待ち伏せさせたのか。頭のいいやつを相手にするのって大変だぜ。引き続き進もう。視界が開けたわね。結晶せよ。それ。あれ、旅人にパイモン、どうして戻ってきたんだ。ホレイ、また会ったな。元気だったか。私は正直あまり良くないんだ。最近マリン病の悪化が加速してきててさ、細かい作業とかをこなすのが難しくなった。だからティナリ師匠もパトロール任務には来なくていいって、残ってみんなの手伝いをすることだけ許してくれたんだ。そうだったのか。これいい。ところでティナリはどこだ。パトロールか。オイラたちあいつに用があって来たんだ。師匠はつい最近アビディアの森を離れてパルディスティアに行ったよ。え、ティナリがここを離れたのか。でもティナリはずっとアビディアの森を離れることを嫌がって賢者の誘いですら断ってただろ。私もおかしいと思ってるんだ。師匠はずっとレンジャー長の仕事を重視してた。そう簡単には離れようとしなかったのに、今回はすごく急いで出て行ったんだ。ううん、何も。それどころかここを立ったことすら書き置きで知ったんだ。いろんな業務とかスケジュールについても書いてあった。あんなに急いで行ったってことはきっと一刻を争うようなことが起きたんだと思う。師匠は以前教練員の正論派で学んでたんだ。
パルディスティアイはその正論派の研究基地みたいな場所で、研究に使う珍しい植物をいろいろと植えてるらしい。師匠はレンジャー長になる前、パルディスティアイで長いこと学術研究をしてたんだ。研究基地か。ティナリは一体どんな研究をしようと思い立ったんだろうな。時間もないし、そのパルディスディアイってところに行ってティナリを探そうぜ。あ、うん、私は大丈夫だ。マリン病の症状になんかとっくに慣れてる。師匠に会ったらよろしく伝えといて。おう、分かったぜ。じゃあな、これいい。あの時からお前たちには正直になるって決めたんだ。だから私の病状も隠さず話しただろ。心配するな、大丈夫だ。あそこにいるのって、やっぱり無事だったのか。よかった。オイラたちすごく心配してたんだぞ。おい、感動的な再会の雰囲気を壊すなよ。タイモン、今の私を警戒するのはとても賢明な判断よ。何せ博士は人の意識を操るような力を見せたんだもの。別れてから私と博士に何が起こったのか、あなたたちは知らないでしょ。災害レベルの暴雨の後は地面に溜まった水が空に見えてしまうことと同じだわ。確かにこんな変な比喩を使えるやつ、本物のナヒーダぐらいしかいなさそうだな。私は別に信用を得るために今の話をしたわけじゃないわ。ただより簡単に理解できるようにと。まあまあ、もうわかったから。ナヒーダ、オイラたちが離れた後何が起きたのか教えてくれよ。あの市民たちはどうなったんだ？あなたたちが離れてから私は全力で全ての民の意識を修復していたわ。幸い博士の言っていた情報を潜在意識に投入するというのは、脳に直接書き込むわけじゃなくて人々の脳裏に幻覚を作り出すようなものだった。だから私の今の力でも解決できたの。彼が私をコントロールしようとした瞬間、全員の意識修復が完了した。だからすぐに意識転移を使ってその場を逃れたの。ふぅ、博士の不意打ちなんか予想してなかったからな。ナヒーダがいてくれてよかったぜ。それほどよくもないわ。人々の意識を修復する過程において博士は私の本当の身分を見抜いたわ。これで私たちの切り札がまた一枚減った。それに彼にアーカーシャ端末を改造する力があるのなら、私の意識を捕獲するのも時間の問題かもしれない。じゃあもう今までみたいに自由に意識を転移できなくなったってことか。なんだかもてあそばれてる感じだ。厄介な相手だぜ。それに噂じゃ博士は単純な武力だけでも確実に第2位の座につけるらしいぜ。まだ落ち込むには早いわ。突破口を探しましょう。おう。そういえばナヒーダはどうしてオイラたちがパルディスディアイに来ることを知ってたんだ？お前もここで待ち伏せてたのか？ええ、私は旅人の元素力を感知することができる。力の移動する方向を頼りに場所を推測したの。あなたたちも観光のために来たわけじゃないんでしょ？何か手がかりを見つけたの？オイラたち、以前知り合った学者を探しに来たんだ。ティナリって
て言うんだけど、前に賢者に勧誘されてるのを見た。ナヒーダも一緒に行ってみるか？え、行くわ。その彼を巻き添えにせずに済めばいいのだけれど。旅人ではありませんか。あ、お前はハイパシア。本当ですわ。なんて嬉しいことでしょう。あなたたちに会えるなんてとっても幸運ですわ。この人は？オイラたちがアビディアの森にいた時に会った修行中の学者なんだ。あの時はサティアオダライフの段階にいたんだ。そうなの？ええ、よく知っているお友達です。ここに来てからというもの、私と話をしてくださる方はほとんどいませんでしたわ。本当にちょうどいいところに来てくださいました。ハイパシア喜びすぎだぞ。ところで、アビディアの森を離れるなんて、もう森で修行しなくてもいいのか？いや、待てよ。もしかして修行が終わってもうパリプーナライフに入ったのか？どうでしょうね。私、意識の中で神に会いましたの。本当か？よかったじゃないか。あなたたちとこの崇高な喜びを分かち合うことができるなんて、なんと素晴らしいのでしょう。神と意識を交わすことができたあの瞬間は、比類なき至高の体験でした。そんなにすごかったのか。そうなんですの？あ、少し待ってくださいな。あなたたちとの約束を忘れていなくてよ。あの時、もし私が真の知恵を手に入れたら、あなたたちがかつて世界中で見たものを説明できるかも、と言いましたでしょ。今の私は、知恵を手に入れただけではございません。あなたたちの意識と神の意識をつなげるお手伝いだってできますのよ。そんなことができるのか？聞いたことはないわ。でも、試してみたいのなら、私はあなたの意識を全力で守る。少し待っていてくださいな。パラハームを少々持ってきますから。これは必要不可欠な儀式なんですの。またあのお香か？さて、では私の手を握ってくださいませ。意識をつなぐ通路を作ります。え、準備はよろしいかしら。かつて三度も裏切られ、この世は欺瞞に満ちたまやかしに過ぎないと知った。僕の怒りが静まることはない。一度目が神、僕の創造者、僕の母。それは力に左右され、役立たずの僕を捨てた。二度目が人、僕の家族、僕の友人。それは恐怖に縛られ、僕を忌まわしいものとみなした。三度目が同類、僕の期待、まだ羽の生え揃わぬ鳥。
それは寿命に支配され、僕との約束を破った。人は信用できず、神は憎しみを与えるから。僕は全て諦め、人の世の一切を否定し嘲笑う。二度と胸の内を世俗に染めはしない。低劣な人の感情も捨てた。僕の空っぽな部分は、生まれたばかりの真っ白な巻物のような、神聖に満ちた至高なる神の心で満たされる。恐れずとも、痛みはほんの一瞬だ。君たちの時代は今終わる。これは、オイラたちが見たのって残響の過去なのか。いろんな情報が重なったぞ。でもハイパシアの言う神が残響なんかと何の関係があるんだよ。ご覧になりましたか？感じましたか？崇高なる神、崇高なる意志、崇高なる感情を。はあ、残念です。本当に残念です。私のこの胸の中で鼓動しているのは、ただの汚い人間の心。神よ、どうか私に慈悲を、私に救済を。気づいているかしら、これはパリプーナライフなんかじゃないわ、おそらく。どうして怒鳴りつけるのですか？どうしてあの方たちは私を避けるのです？私は神の知恵を手に入れたのですわ。褒められるべきではありませんか？暗闇の中で探索を続け、光を見つけたのですよ。ハイパシア、そうあるべきですのに。いえ、お待ちを。まさか私は気が狂ったのですか？待って、あたりがおかしいわ。ここまでは追ってこられないみたいだ。大丈夫か、ナヒーダ。いや、違う。お前、この感じ、戻ってきたのか？ん？今度はまた
旅人本人なの？さっきまでずっとナヒーダがお前の体を操ってたんだ。キャサリンの人形が壊される直前に意識を急いでお前の体に移したみたいだった。そしたらティナリが騒ぎを聞きつけてやってきて、一緒に傭兵たちを倒してくれたんだ。それでここまで逃げてきたってわけだ。え、交換？もしかしてお前の意識もナヒーダの体に入ってたのか？それでナヒーダの意識はどうなったんだ？今どこにいるんだよ。意識をこうして自由に転移させられるなんて、この目で見てなかったら信じられなかったよ。これはまだ人が到達できる範疇のことじゃないだろうね。そうだ、さっき逃げるとき君の肉体に入っていた意識から君への言伝を頼まれたんだ。彼女はこう言っていた。博士はすでに意識を閉じ込めておく方法を見つけた。もう同行はできないけれど、たとえ月のない夜でも星の光は虚言と嘘を突き破ることができる。これでナヒーダは完全にスラサタンナ聖書に閉じ込められたってことか。まずいぞ。ナヒーダが言い残したのはそれだけか？わけがわからないぞ。あ、そっか。博士はもうナヒーダの意識を捉えてるから、ナヒーダが何を言ったかわかっちゃうんだもんな。慎重なんだ。たとえ月のない夜でも星の光は虚言と嘘を突き破ることができる。月と虚言と嘘は過信探祭の時の錬金占いだよな。星の光もナヒーダが前に使ってた比喩だったような。確かセタレに関係があったか。ナヒーダは砂漠に助けを求めに行けって言いたかったのか。でもナヒーダがいない今、オイラたちだけで大丈夫かな。パイモン、今スラサタンナ聖書って言った？君たちの言うナヒーダ、つまり旅人の体の中にいた意識は、もしかして創神様なわけ？確かに合ってるけど、今は複雑な状況でちょっと説明するのが難しくて。いや大丈夫、学者の好奇心は何も時と場所を完全に選ばないわけじゃない。状況がどれほど複雑なのかはちょうどさっきこの目で見てるしね。君たちとはひとときを共に過ごした仲だし、クラクサナリデビ様も君たちの味方みたいだから、僕は君たちを信じるよ。おう、ありがとな、ティナリ。そうだ、オイラたち前から聞きたかったんだけど、賢者たちの進めてるプロジェクトについて何か知らないか？それが、僕は確かにプロジェクトに参加しろって誘われたけど、賢者たちは一切その詳細を話してくれなかった。だから断ったんだ。僕が知っているのは、プロジェクトが世界樹の修復と関係してるかもってことだけ。ん？ナヒーダと意識を交換してた時に何か見たのか？え？根拠は？そうか、なるほど。道理でハイパシアの症状が以前の狂った学者たちとは違うと思った。今生まれようとしてる
新たな神の意識に触れたからだったんだ。ティナリはハイパシアのためにアビディアの森を離れたのか？そう、ハイパシアの精神の異常に気づいたんだ。だけど症状が特殊だったから、こっそり彼女をパルディスディアイまで連れてきて、彼女を元に戻す方法を探ろうとした。そうでもしなければ、今頃彼女はマハマトラたちによって砂漠のアール村に追放されていただろう。ところで、僕も以前から教令員がクラクサナ・リデビ様を軽視していることは知っていたけど、まさか新たな神の創造なんて、傲慢でうぬぼれたことをしようとしてたなんてね。誘いを受けなくて正解だったよ。博士と残票。パデュイの執行官が二人もスメールにいるのか、先が思いやられるね。でも君の説明からすると、プロジェクトはまだ完全には終わってない。つまりまだ奴らを止める余地はあるってことだ。新たな神の創造と世界樹の修復に一体どんなつながりがあるのかな。賢者たちの目的は未だにはっきり分かってないんだよな。おお、今ある情報もだいぶ整理できたしな。まずは行動しようぜ。ティナリ、何か考えはないか？僕はひとまずここに残る。ハイパシアの方も何とかしてあげたいしね。砂漠に行くならまずはキャラバン宿駅に行くといいよ。あそこが砂漠地帯へ行く一番便利なルートだから。何か僕に手伝えることがあったらここまで来てくれ。君たちに知恵が訪れますように。おう、ハイパシアが良くなるといいな。それじゃあまたな。これもマハールッカ・デバータの神業なんじゃないのか？こんなところでほうけてないで来い。え？こっちだ。あいつはどこに行った？くそ、さっきまでここにいたのに見失うとは。エルマイト旅団？今回は誰の手先なんだろう。オイラたち、つけられてたのか？油断しすぎだ。あの尻尾たちの尾行の程度なんて、たかが知れている。すぐ気づけただろうに。礼はいい。俺はそういった人情や貸し借りには一切興味がない。見かけたついでに間違いを正しただけだよ。
教令院で身についた習慣とも言えるな。こんなところで会えるなんてな。アルハイゼン、さっきはオイラもびっくりしたぞ。前にオルモス校で別れてから教令院に行くって言ってたよな。いや待てよ、お前もしかしてオイラたちを捕まえるために教令院が送ってきたわけじゃないよな。ほう、どうやら教令院と揉めているようだな。遅かれ早かれこうなるとは思っていたが、俺が君たちを捕まえようとしているのなら、今頃君たちはとっくにエルマイト旅団の手に渡り、俺が手柄を立てるのを指をくわえて見ているだけだったと思うが。うん、それもそうだな。賢者のプロジェクトを手伝うのは俺の課題じゃない。学者として俺は研究実践を追求する派だ。近頃は賢者よりも君の方に興味があるな。そういうわけじゃない。実は未だに神の缶詰知識を追っているんだが、あいにく行き詰まっていてな。神の缶詰知識は砂漠地帯からオルモス港に流れ込んだと言われているが、もっと深く探るには出どころを突き止める必要がある。それと君に興味を持っている理由、それは以前アフマルの目のボスが君の前で神の缶詰知識を使った時、君は彼の様子を見て複雑な表情で深く考え込んでいただろう。俺が思うに君は何かしらの情報を隠しているはずだ。それについて話してくれないか。アルハイゼンってすごく鋭いんだな。そんな細かいことまで覚えてるなんて。そうか。確かに俺も教令員のものだからな。立場的にも警戒するのは賢明と言えるだろう。だが少なくとも君は確かに何かを知っている。そうだろう、構わない。直接答えをもらうより俺は自分で調査する方が好きだ。ところで君たちも砂漠へ行きたかったのか。ああ、お前と同じだ。でもこれといった目的地はまだないな。ならまずはアール村に行くといい。あそこは砂漠で最大の集落だ。情報も資源も多い。どうだ、一緒に行くか。知ってる人が旅の仲間になってくれるのっていいよな。それじゃあ行こうぜ。早く。は、早く。わめきなさい。
この先が砂漠の民の避難所、アール村だ。ここの地形独特だよな。結構面白そうな場所だ。早く見て回ろうぜ。俺の記憶が正しければ、教令院にいた頃はあまり関わりがなかったはずだろう。偶然会っただけだというのに、その態度はどうしたことか。大マハマトラ殿。運よくこの一槍を避けられたとしても、審判から逃れられるとは限らないよ。アルハイゼン。審判？先ほどの君の行為は、審判か、それとも粛清だったのか。俺は全力を出していない。もし出していれば、その旅人では俺を止められなかっただろう。一見暗殺に見えただろうが、ターゲットの反抗心と逃亡意欲を失わせるためやったことに過ぎない。これがマハマトラのやり方だ。お前も知っているだろう。あくまで君個人のやり方に過ぎないと思うが。こいつ誰なんだ？アルハイゼン、さっき大マハマトラって言わなかったか？ああ、教令院のマハマトラたちのトップ、大マハマトラのセノだ。学術犯罪の領域において彼は誰もが恐れるハンターさ。お前たちはアルハイゼンを深く信頼しているようだな。それどころか、そいつのために俺を阻むとは。仮に俺がお前たちだったら、そいつの方には決してつかない。何を話されても信じたりはしない。その書記官は俺が長きにわたって追っていたターゲットだ。お前たちの立場をはっきりさせてもらおうか。もしまた邪魔立てするようであれば、お前たちも巻き込まれると思え。アルハイゼンが何をしたって言うんだよ。お前が言うほど悪いことはしてないだろ。無駄口は叩きたくないんだ、アルハイゼン。さっき一戦交えた時に気づいたんだが、お前が隠している神の缶詰知識を渡してもらおう。それとも俺の助けが必要か？さすがはマハマトラ、嗅覚が鋭いな。この神の缶詰知識、確かオルモス港にいた時マハマトラの手に渡ったはずだよな。道理でそんな自信ありげに話していたわけだ、セノ。だが一つ気になる。これは君にとって何を意味している？それに君は教令院の大マハマトラであるにもかかわらず単身で砂漠に来た。俺が知る限り、マハマトラたちまでもが皆君の失踪の話をしている。まさか他人には見られたくない任務でも行っているのか？仮にその任務のターゲットが俺だったとしよう。それでも君は権力と資源を使って教令院で俺を採決できたはずだろう。やはりお前は厄介だ。そんな、どっちも信用できないみたいだぞ。どうすればいいんだ？だいぶ盛り上がっているようだな、二人とも。
確かに教令院の大物二人がまたやり合ったりしたら大変なことになるな。独りよがりな道理を並べ、教令院の虚しい規則と道義ばかりを口にする。あんたらはそんなくだらない紛争をこのアール村という浄土に持ち込んだ。どうやら誰かがあんたらをぶっ倒して、あんたらが踏んでる土地がどこなのか再認識させる必要があるみたいだな。おいおい、あんたら私の話が聞こえなかったのか。うわぁ、どういうことだ。強い風が、砂嵐か。吹っ飛ばされるぞ。ちっ、また砂嵐か。最近は一体どうなってるんだ。おーい、そこの方々、こっちです。早くこっちに避難を。誰かが呼んでるぞ。風が強すぎる。早く行こう。キャンディスの声か。おい、教令員の奴らは脳みそが使えないのか。早く行くぞ。そう騒ぐな。空間に押し込められてるなんて、なあ、オイラも飛べなくなるくらい空気が重いぞ。すみません皆さん、ここはこのアール村の村長の家です。砂嵐が過ぎるまではここでしのいでいただくしかありません。自己紹介をさせてください。私はキャンディス、アール村のガーディアンです。やっと助っ人が来たぞ。オイラはパイモン、会えて嬉しいぞ。お前がオイラたちをここに連れてきてくれたおかげで助かったぜ。ありがとな、キャンディス。災いを前にした時、助け合うのは当然のことです。どうかお気になさらず。わあ、このお姉さんすっごく優しいな。ほんと、あいつらとは大違いだぜ。さて、挨拶はこの辺にして、後の時間はガーディアンとして村に影響がないことを確認するためにも、実は砂嵐がやってくる前から遠くであなた方の衝突を見ていました。しかし今あなた方はアール村にいます。脅威を排除するのが私の責務。どうか率直にしっかりと話し合ってください。お互いへの敵意を何とか消し去れませんか。この屋根の下でもしまだ争おうとする者がいるなら、砂嵐の中の獣たちにもてなしてもらうほかありません。おいら宣言撤回するぞ。ちゅ、あなたも例外ではありませんからね、ビシア。お返事は？わかったよ、キャンディス。いいでしょう。ではどなたから話をなさいますか。一応私は止めに入った身だ。やり方がちょっと過激だったのは認めるがな。先に教令員の二人が話をしたらいい。あれって止めようとしたって言えるのか。別に俺には隠すべきことはない。言ってもいいだろ。アルハイゼンは教令院のマハマトラたちですら俺の居場所を知らないと言ったな。だがそれは決して人に見られたくない任務をやっているからじゃない。俺は自己追放を選んだんだ。自己追放？以前俺は教令院のプロジェクトの企画と実行を記録する資料に余白があるのを見つけた。
しかしそれらのデータは明らかに現実の進捗と合わないものだった。大マハマトラとして俺にはそれを照合する責任と権利がある。だがその部分を担当していたのはあろうことか大賢者アザール本人だと分かったんだ。照合申請を出す前、俺は秘密裏に数々の調査を行った。だが手がかりや物証になりそうな一切のものは全て巧妙に俺の視線を避けていた。やがてあいつらが最初から意図的に俺を警戒していたことに気づいた。そして案の定、俺が照合申請を出すと大賢者は拒否した。それだけじゃない、こう言ったんだ。大マハマトラの権力は賢者によって付与されたものだ。お前には我々を審判する権利はない。つまりやはり裏があったらしいな。その時俺は気づいた。大賢者からすればマハマトラなんて賢者たちの知識を束ねるための道具に過ぎないってことに。マハマトラの最初の誓いや、ここまで固く守ってきた原則、それは今の教令院において全く意味がないんだ。ああ、その一件を理由に教令院を脱出した。賢者たちが俺に対して行動を起こす前に、これが一番賢明な判断だったと思ってる。おかげで奴らの監視の目を逃れられたしな。俺はこの件の調査を絶対に諦めない。それに他人から権力を付与される気はない。俺は俺の名のもとに審判を下す。セノ、オイラたちも教令院の賢者を調べてるんだ。同じ立場みたいだぞ。それに今はもう大マハマトラじゃないんだろ。なんだかあんまり怖くなくなったぜ。でもセノはなんでアルハイゼンをターゲットにしてたんだ。まさか教令院で調査をしていた期間、アルハイゼンが賢者と面談しているのを見たからだよ。賢者はアルハイゼンに金髪の旅人を調査するよう言っていた。そうだな、アルハイゼン。え？そしてその任務はプロジェクトと同様にどこの記録にも残されていない。それに加えてお前は神の缶詰知識と関わりがある。そろそろ説明してもらおうか。その件は認めよう。俺は確かにこの旅人の調査任務を引き受けた。アルハイゼン、お前、何しろその任務の見返りはどんな学者でも断ることができないほどのものなんだ。任務が終わったら神の知識を見せてやる。そう賢者は言った。確かにとてつもなく魅力的な条件だ。だが惜しいことに教令院の者は俺のことを分かっていなかった。大賢者は話の中で一つ重要な情報を漏らした。神の知識が実在するということだ。それさえ分かれば俺にとっては十分。俺からすれば賢者はそこまでの信頼には値しない。考えてもみろ。神の知識をそう軽々しく他人に報酬として約束するなんて、いささかおかしな話だと思わないか。だから俺は神の缶詰知識という手がかりに従って独自に調査を展開した。結果的にこの判断は間違っておらず、教令院を信じなかったのも正解だった。もしこの一件で警戒を解いていれば、俺もあのアフマルの目のボスのように人と正常に会話することさえできなくなっていたかもしれない。それってつまり賢者たちはもともと普通の人を狂気に陥れるあれらの知識を使ってお前を処理しようとしてたってことか。もともと俺はすでに調査任務などには全く興味がなかった。ただ教令院をあしらうために
オルモス港で旅人の出現を待つと言ったんだ。だが神の缶詰知識を追っている途中で思いがけず偶然ターゲットに出会ってしまったのさ。犯罪者が最もよく口にする言葉が偶然だ。だが旅人と偶然出会ってもなお俺に教令員に協力する意思は全くなかった。君たちも覚えているだろう。当時俺があのタバーンを離れた時、君たちは自分から俺を追ってきたんだ。そうだな。アルハイゼンはキャラバン宿駅でもオイラたちを助けてくれたし、やっぱり本当なのかも。もしそれでも気になるようなら謝ってもいい。君たちに内緒で神の缶詰知識を取っておいたのは、その存在が危険すぎると主観的に判断したからだ。はっきりとした研究結果が出るまで誰にも接触させない方がいい。何しろ好奇心はこの国で一番危険なものだからな。アルハイゼン書記官、お前は好奇心が自らをも疑惑と危険に陥れることをよく知っているはずだ。俺の質問に答えろ。賢者たちは計画の内容をお前に話したのか？すでにはっきりと話したつもりだったんだが、今の俺は君と同じく教令員が重点的に警戒する対象となっている。言うまでもないと思うが。わかった。とりあえずはお前を敵とみなすことをやめよう。だがお前の容疑が完全に晴れたわけでもない。構わない。お二方の誤解が解けたようで、私もとても嬉しいです。それでリシア、あなたの番ですよ。ああ、悪いな。坊やたちの話が退屈すぎて気が散ってた。私の方は至って簡単さ。旅人たちも知っている風前家のドニアザードお嬢様が最近ずっと家で療養してたの。やることもないんでアール村に来てみたってだけだ。本当ならキャンディスたちと感動的な再会をするはずだったんだが、まあわけのわからん二人がわけのわからん喧嘩をしているのを見てな、ふつふつ怒りが湧いてきて。それで。それでですか。わかりました。確かにあなたらしいですね。それでは。お帰りなさい、リシア。そう来なくちゃな。会いたかったぜ、キャンディス。うわぁ、何の音だ。ご安心を。もうお互い敵視もしていないようですし、皆さんはここで休んでいてください。砂嵐の中にいる獣は私が掃除してきます。砂嵐の中に出没する獣か。一人で本当に大丈夫なのか。ええ、来てくださる必要はありません。砂嵐の中での戦いは現地で数年訓練を積んだ人でないとどうにもなりませんから。うん、安心してキャンディスに任せるといい。すごく強いんだぜ。風が止んだみたいだ。砂嵐もこれで過ぎ去ったんじゃないか。キャンディスがずっと帰ってきてないけど、本当に大丈夫なのか。やっぱり見に行ってみようぜ。そんなに言われると私まで心配になってきたぜ。どうせここにいるのも飽きたし、行くか。この二人全く話さないしな。Thank you.
視界が開けたわね。数えきれないほど次々とやってきて、いつの間にか砂嵐も止んだようですね。あ、本当にまた出てきたぞ。さあ、今度は私に任せろ。ずっと溜まってたんだ。こいつらでストレスを発散してもいいよな。私ももうずっと狩猟の獅子の武芸を見ていませんね。せっかくなのでお願いします。しっかり見てな。行くぜ。早く。よっよっ。結束せよ。はっ。それはい。はっ。よっ。目には目を。よっ。はい。オーラをいただきます。はい、わめきなさい。よっ。結束せよ。よっ。はい。また新しい魔物が現れた。うん、キリがないぞ。はい、それ。よっ。装甲の恩、わめきなさい。最後だったんじゃないか。先ほどのは砂嵐の余波でしょう。しばらくはもう出てこないはずです。みんなお疲れさん。さっきの砂嵐で怪我した人はいないな。この人は、おっと悪いな。さっきは村のお年寄りと子供たちの面倒を見ててな、お客さんたちへの挨拶に来る余裕がなかったのさ。私はアール村の村長だ。アンプおじさんと呼ばれてるよ。村長、俺ももともと砂漠出身だが、ここへはずっと戻っていなかった。そのさっきみたいな砂嵐はよくあるのか。よくあるとまではいかないが、最近はますますひどくなって前より頻度も増えた。砂嵐以外にもたまに地震が起こることもある。こういった異常な自然現象は、以前村にしばらくいた調査員によると、世界樹の誇張と関係しているらしい。また世界樹の誇張が原因なのか。つまり世界樹の誇張は森に刺激を作り出すけど、それが砂漠では砂嵐とか地震って形で現れるってことか。自然界のすべては世界樹と切っても切れないつながりがある。確かにこれらの局所的症状は世界樹の状態を反映している可能性がある。ああ、アール村のみんなにも気をつけてもらわないとな。ところで今回私が帰ってきた時、グラマパラが一人もいなかったが、どういうことだ。グラマパラ？なんだそれ。キャンディスみたいなガーディアンとは違うのか。お前は好奇心旺盛だな。アール村の村人は教練院から追放された驚愕者を村の森人グラマパラと呼んでいるんだ。彼らの多くはアビディアの森で修行をした後、精神に異常をきたした学者たちだ。教練院は奴らの狂った言葉が他の学者の精神に影響を与えると考え、砂漠に追放した。まったくふざけた話さ。ああ、我々も最近これについては調べてるところなんだ。村にいたグラマパラたちがなぜかみんな次々と姿を消してしまってな。だが
彼らがどんな風に去ったのか見た者は誰もいないんだ。もし何日かこの近くに留まる気なら気にかけてくれると助かる。俺は過去に奴らと接触したことがある。奴らのことについては俺が調べよう。そもそも彼らの追放命令を執行したのはマハマトラだろう。罪悪感に駆られ責任から解放された今の身分を利用して贖罪でもする気か。なかなか面白いメンタルをお持ちのようだ。皮肉を言っても無駄だ。もしお前に問題があったらどんな身分でいようと俺はお前を処断する。お前さんは元大マハマトラ様だったのか。こういう調査には慣れていそうだ。どうかよろしく頼むよ。それってハイパシアのことを思い出したからか。狂った学者たちは確かにかわいそうだよな。オイラたちも探すのを手伝おうぜ。でもこのセノってやつと一緒に行動して本当に大丈夫か。お前まだあんまり信じてないんだろ。手伝いが増えるのはいいことだ。お前たちなら俺についてた部下の何人かよりいい仕事をしてくれそうだしな。まずは場所を変えて情報交換と行こう。自己追放をしたが、やっていることは昔と変わらない。本格的な調査に入る前に、何か聞きたいことはあるか。俺もかつての部下から聞いたんだが、この呼び方はある事件から来ているらしい。R 村は昔からずっと、精神に異常をきたした学者たちを追放するために、行霊院が使ってきた場所なんだ。この村には、不思議な現象があるという。R 村について間もない頃、驚愕者は相変わらず狂っていて、異常なことばかり話す。だが、しばらくここに留まっていると、やがて落ち着くらしいんだ。当初、R 村の人々は、驚愕者の受け入れに不満を抱いていた。しかしある夜、事件は起きた。その夜、R 村でいつもより激しい地震が発生した。家屋が倒壊するのを恐れ、前任の村長が皆を連れて避難しようとした時、ある驚愕者が隅にうずくまり、両手で大地に触れているのを見たらしい。そいつの体は、ほのかに淡い緑色の光を放ち、夜だったせいもあって、神聖なもののように見えたという。そしてその夜は、どんなに強い地震が続いても、すべての家屋が、まるで地面から生えているかのように一つも倒れなかった。もちろん、死傷者も出なかった。その一件の後、R 村の人々は驚愕者によくするようになった。そして彼らをグラマパラと呼ぶようになったんだ。淡い緑の光、驚愕者が R 村を守った。お前はどう思う？オイラもそう思うぞ。セノ、あの狂った学者たちは R 村でもアーカーシャ端末をつけてるのか。教練員は彼らを監視しているから理論上はつけてるはずだ。無論アーカーシャ本体が彼らに対して発信することはないが。やっぱりこれで辻褄があったな。学者たちが狂った状態から落ち着いたのも多分ナヒーダが慰めたんだろう。一つの物語だけで結論を出せるとは。どうやらお前たちは俺の知らない情報をかなり持っているみたいだな。それで何が分かったんだ。
クラクサナリデビと言ったか。なんだよ、信じないのか。きっとクラクサナリデビがアーカーシャを通じて驚愕者に力を与えたに決まってるぞ。いや、信じないというよりはお前たちの考え方を不思議に思ってな。クラクサナリデビ、現宗神が未だにスメールで何か行動しているのか。教練員は昔からすでに亡くなったマハールッカ・デヴァータの方を重視していた。奴らはクラクサナリデビには見向きもしなかったんだ。そのせいで俺の認識も影響されてるかもしれない。それに俺はクラクサナリデビの自責について全く聞いたことがない。彼女はまるで存在しない神だ。ナヒーダは存在しない神なんかじゃないぞ。あいつは、なんていうか、すごく優しくて頭が良くて、たまに変なことを言っちゃうところもあるけど、いい神なんだぞ。俺は長年犯罪者の尋問をしてきた。人が嘘をついているかどうかくらいわかる。だったらオイラたちが本当のことを言ってるってわかるはずだろ。ああ、その目は嘘をついていない目だ。お前たちは本当にクラクサナリデビと接触したことがあるみたいだな。どうしてこんなことに。神はずっと俺たちのそばにいたのか。よし、これでやっと一番いい形で調査できるぜ。でも一体何から始めればいいんだ。一人一人に聞いて回るか。お前ら、俺のおじいちゃんを助けに来たのか。お前は誰なんだ。その格好と訛り、現地の子供だな。俺はイザークだ。お前ら、おじいちゃんを探しに来たんだろ。お前の祖父は驚愕者なのか。おじいちゃんをそんな風に呼ぶなよ。おじいちゃんはおじいちゃんだ。どうしてそんな名前で呼ぶんだ。悪者なんかじゃないのに。お前はここの子供だが、お前の言うおじいちゃんは現地のものではないはずだ。どうしておじいちゃんなどと呼ぶ。おじいちゃんはおじいちゃんだぞ。俺の家族だ。さっきお前らとアンポおじさんの話を聞いたんだ。なあ、俺も連れてってくれよ。一緒におじいちゃんを探しに行きたいんだ。俺も手伝うし、足は引っ張らないから。なるほど。先ほど村長の家の近くで俺たちの会話を盗み聞きしていたのはお前だったか。盗み聞きしている者に対処しようと思ったんだが、なんとなく相手に敵意がないように感じてな。すごいな、これがマハマトラの嗅覚なのか。でもセノ、相手はまだ子供なんだぞ。おじいちゃんを探したいだけみたいだし、手伝ってやろうぜ。嘘はついてない。盗み聞きしたのはおじいちゃんがどこにいるか知りたかったからだ。ごめんなさい。それでも信じられないならキャンディスお姉ちゃんに聞いてみてよ。わかった。ならまずキャンディスに状況を確認しよう。それ、慎重なんだな。これがマハマトラか。あら、もうお戻りになったのですか。確認したいことがある。イザークという子供を知っているか。やはりあなた方の元へ行ったのですね。え、このことを知ってたのか。
頑張って隠れていましたが、窓の外で盗み聞きしていたのには気づいていましたから、あの子は本当に祖父を見つけたいと強く思っています。イザークの両親はエルマイト旅団のメンバーで、シティに行ってからというもの村へ戻っていません。ずっとあの子の祖父が世話をしてきたのです。しかし残念ながら、何年と経たずしてあの子の祖父は亡くなってしまいました。当時あの子はまだ幼く、アール村の住民が交代で世話をしてくれたので無事に育ってはくれたのですが、その後年老いた驚愕者がここへやってきました。イザークはその学者が祖父にとても似ていると思ったようで、よく覗きに行っていたのです。しかし彼は精神に異常をきたしており、いつもわけのわからないことばかり口にしていました。イザークも怖く思ったのか、口ではおじいちゃんと呼んでも安易に近づこうとはしませんでした。ですがある夏の夜、いつもブツブツ言って変な動きをしていたはずのおじいちゃんが急に静かになり、遠くに隠れているイザークに気づいたのです。おじいちゃんはイザークのそばに行って頭を撫でました。そしてあの子を村の入り口まで連れて行き、星を一つ一つ数え、見分ける方法を教えたのです。そうしてイザークに寄り添い、あの子が眠りにつくまで付き添っていました。次の日の朝、目が覚めたイザークはおじいちゃんを探しに行きましたが、彼はイザークを覚えていませんでした。しかしおじいちゃんの表情は依然として落ち着いていました。そこには狂気のかけらなど微塵もなく、まるで自分の世界に浸り無憂しているかのように落ち着いていたそうです。イザークはおじいちゃんが少しでも正気を取り戻したことを心から喜び、毎日嬉しそうにつきまとうようになりました。おじいちゃん、遊びに連れてってあげるよ、もっとお話しして、なんて言いながら。よくわからないけど、ちょっと悲しいぞ。二人ともかわいそうだ。そうかもしれませんね。砂漠で生活しているものは多かれ少なかれ皆困難を抱えています。しかしそれでも我々は生き続ける。私もそのために戦い、ここを守っています。確かに人々はいい神に恵まれてるのかもしれない。あ、なんだって？いや、なんでもない。イザークが約束通り足を引っ張らないでいてくれるなら連れて行ってもいいだろう。あなたは私が思っていたよりもずっと情のある方なのかもしれませんね。イザークの代わりにお礼を言わせてください、セノさん。来たんだね。全部聞いてきたぞ。一緒におじいちゃんを探しに行こう。本当？ありがとう。うん。まずは付近の現地民に事情を聞こう。失踪した学者がどこに行ったか知ってるか？グラマパラのことか。うん、そうだな。何日か前に晩ご飯を食べてた時、彼らのうちの一人が道端でキノコや木の根を食べるとか言い出すのを見たがね。もちろん軽い気持ちで口に入れていいものじゃない。他に何かなかったか？他はもうないと思う。すまないね。早く
村で失踪した学者たちを見なかったか。なんて迫力のある目力。あなたとっても喧嘩が強い系の人でしょう。話をそらすな。そうだったね。グラマー、いや教学者か。最後にあの人たちを見たのは5日くらい前だったかも。私寝るのが早くて夜のことはほとんど知らないんだよね。でもあの人たちのことは結構好きだよ。精神状態はちょっと変かもしれないけど、前に助けてくれたことがあるから。あの人たちがいなかったら私の家も崩れてたかもしれない。お前もおじいちゃんたちがいい人だって考えてるのか。おじいちゃん？あれ、イザキちゃんじゃん。それって亡くなったおじいちゃんによく似てるあのお年寄りのことだよね。実は家を守ってくれたのその人なんだ。この目でちゃんと見てたから間違いないよ。あの日私ん家の近くにあの人がいて、地面を触りながら何かをしてた。今思い返してみても本当不思議だな。誰かにああいうのを教わったのかな。何はともあれ、ずっとあの人や他の人たちの心の中で他人を守るようにって教えてきた人に感謝してる。だってもし私があんな風におかしくなったとしても、きっとああはできないから。そっか、教えてくれてありがとう。見なかった？村でずっとぼーっとしてた人なんだけど。お、イザークか。お前のじいちゃんは、うん、そういや長いこと見てないな。前は道端でぼーっとしてるのをよく見たんだ。嫁からは止められてたが、俺の作った料理を食べてみないかって誘ったこともある。わかるだろ、あいつらを怖がる人も少なくない。俺の嫁もそうだ。っていうかまあ、俺の嫁はいつも俺に解消なしって文句を言ってくるんだ。だから俺が何をしたって気に障るのかもな。気にかけてくれてありがとう。なんてことないさ。じいちゃんを探してるのか？まさかどっか行っちまったのか？うん。おいおい、なんてこった。もし見つかったら、今度は一緒にうちに来いな。また料理を作ってやるから。俺はお前が幼い頃からずっと面倒を見てきたんだ。ここまで来たら半分家族みたいなもんさ。遠慮はするな。いい人だな。ありがとう、ジェバーリおじさん。今は話すな。イザーク、ちょっとここにいてくれ。俺たちはあっちだ。足音を立てるなよ。やっ、ああ。あいつらが何の話をしているのか聞こう。聞いたか、俺たちの信じる偉大なる主、スカーレットキング様がもうすぐ復活するらしい。もちろんさ、スカーレットキング様はこの土地の主だ。俺は一
回も他の神なんかを信用したことはないね。だがもうすぐ復活するとは聞くが、暮らしには何の変化もない。何か根拠でもあるのか？あんた気づいてないのか？村に送られてきた狂人が普段よりも多かっただろう。デリワーから聞いたんだけどな、スカーレットキング文明が崩壊する直前、地上には狂気に陥った人々が大勢現れたらしい。理由はわからないが、狂気はいつもスカーレットキング様と関係があった。あの狂った学者たちがいなくなったのも、もしかしたらスカーレットキング様と関連してるんじゃないか。俺が思うに、あいつらはスカーレットキング様復活の生贄になったに違いない。そう言われると確かにそんな感じがしてきたな。そりゃつまり俺たちもいい暮らしができるようになるってことか。当たり前よ。今に見てろよ、シティの奴ら。今の話最初から詳しく教えてもらおうか。ウギ、誰だ、どこから現れた。聞こえなかったか？俺はさほど辛抱強くないんだ。おい、こいつめちゃくちゃ怖いぞ。いつでも俺たちをやれるみたいなオーラだ。こいつとやるのはよそ、勝てるはずがない。すいません、その何を聞きたいので。スカーレットキングの復活、これはどういうことだ？そのこっちも人から聞いた話ですけど、ある日酒を飲んでたら誰かがこういう噂を流してたんです。狂人は消え、スカーレットキングが復活し、再びこの地に君臨する。別に作り話じゃないっすよ。早く全部言えって。本当に本当なんですって。砂漠の民は前から狂霊院の奴らにはうんざりしてるんす。狂った奴らをこっちに送ってくるでしょ。俺たちだっていい暮らしができないし、もしあんただったらこんな生活を受け入れられます？過激派はこのことを聞いて俺よりも喜んでましたよ。みんなスカーレットキング様が早く帰ってくることを願ってます。デリワーはスカーレットキング様が復活すれば防砂壁の方の土地が攻め落とされるのも時間の問題だって言ってました。スカーレットキング様の下で先行を立てようとみんなやる気満々っす。そうか。おい、まだ聞きたいみたいだぞ。もっと言った方がいい。おう、実は俺も酒の席の話なんか信じられないと思ってたんすよ。でも最近ここに来てた驚学者が大勢失踪したでしょ。噂と完全に一致するんですよ。俺がその噂について話してたからって手を出すのはおかしいっしょ。だってそれじゃこの地にいる人間はみんな有罪ってことになります。みんな俺と同罪だ。ここの人はみんなスカーレットキングを支持してて送信を嫌ってるのか。お前の言った過激派の者はどこにいる？ここ数日は見てませんけど、多分村にはいないと思いますよ。なあ、あんたは見たか？いや、俺たちは嘘なんかついたことがない。本当にここにはいないんだ。聞いたところ過激派はお前たちとあまり仲が深いわけではないようだな。もちろん名前を知ってるってだけだ。いいか、お前らの口を閉ざす方法ならたくさんある。無論、垂れ込みをさせないようにする力もな。おとなしく家に戻り、また互いに連絡を取ろうなどとは、決して考えるなよ。この件の調査が完全に終わるまでは、軽率な行動を取るな。さもなければ、キャンディスですら、お前たちを守れないだろう。わかりました。しかと心に刻んどきます。さっきはびっくりしたぞ。セノってすっごく怖いんだな。ふん、まったく否定しないな。すごく慣れてるぞ。いろんな人に言われてきたんじゃないか。聞こえてるぞ。ごめん。
マハマトラの仕事と責務とはこういうものだ。さっきの噂は手がかりの一つになるだろう。だがまだ多くの場所に行く必要がある。いいだろう。おーい、イザーク。うん、いるよ。お前の祖父の家はどこだ。俺が案内するよ。みんなついてきて。おじいちゃんはいつも一人で、たまにぼーっと空を見てたり指で地面をいじったりしてたんだ。たまに大声で叫び出したりするから、みんなおじいちゃんを怖がってた。でも俺はいい人だって知ってる。俺の本当のおじいちゃんみたいな存在なんだ。おじいちゃんが普段住んでる場所だよ。なんか寂しい場所だな。いや、ここ？あ、もしかしてあの匂いか？大丈夫か？頭がクラクラしてないか？具合はどうなんだ？俺にすらわからない匂いがわかるのか？前にもこれと同じようなお香の匂いを嗅いでこいつ気絶したんだ。その後ティナリに助けられて長い特訓をしたんだけど。お前たちはティナリを知ってるのか？え、お前も知ってるのか？友達か？ああ、精神を集中させると確かに香の匂いがするな。もしかしてお前もティナリのところで特訓したのか？いや、その必要はない。前にティナリの家でこの匂いを嗅いだのか？森、学者、おじいちゃん、どこにいるの？早く戻ってきて。これを見ろ。おい、何も見えないぞ。かすかな痕跡だ。砂でほとんど隠れているが足跡だよ。おそらく成人男性の足跡だろう。この模様、この辺りでよく見かける靴のようだ。ということは村人だな。匂いもとても薄くなっているがまだ残ってる。この足跡は外に向かってるな。でも一体誰がおじいちゃんを探してるの？友達はいなかったと思うんだけど。それは香を使ってお前の祖父を誘い出した者に直接聞くしかないだろう。え、匂いなんかで人を連れ出せるのか？美味しい食べ物が好きで何が悪いんだよ。みんな自分の好きなものがあるだろ。ああ、
そして学者はほとんどが香の匂いを好む。噂ではこういう香りは心を落ち着かせ、知識の探求を助けてくれるらしい。この匂いに釣られたということは、たとえ狂気に陥っていてもなお、知識を探求していた歳月を懐かしむくらいはできるんだろう。おじいちゃん、そんな弱点を利用するなんて。でもこんなことして犯人にどんなメリットがあるんだよ。噂は本当だったってことか。狂った人をわざわざ連れて行くなんて、あの過激派と何か関係があったりしてな。可能性は少なくないだろう。おじいちゃんを助けて。悪いことなんて絶対してないんだ。お願いだから助けてあげて。こうなったら連れ戻しに行こうぜ。安心しろイザーク、悪い奴らはオイラたちがやっつけるからな。まずはアール村に戻って関係する奴らに報告してやってから人探しに行こう。